こんばんは、福山雅治です。さて今日もですね、ある記事から、入っていきましょうかね。今日もある記事を紹介します。これはですね、ホットドッグプレスね、ホットドッグプレスの、2月10日号なんですけど、これがですね、いや僕はあの別にそんなしょっちゅう読んでるわけじゃないんですけど、たまたま見かけてね、入手したんですけど、特集がですね、特集がザ芸能界こんなことまで知っちゃったっていう、新春特大号とか言って、そういうあのコーナーがあるんですね。でその中にですね、まあいろいろ載ってるわけですよ。あのテレビの印象のまんま性格の良い若手有名人ね、男性編1位石田一生、2位稲垣吾郎、3位袴田義彦とかね、あとはそうだな、すぐにやらせると思われがちな有名女性有名人、青田のり子1位ね、2位原田のり子、3位岡本夏樹とか、まあいろいろこう載ってるわけなんですよ。でこれがいわゆる業界人からの評判というか、業界人に対してアンケートを配ったものの、回答をもとにこう構成されているページなわけなんですよ、ね、一般人の方が選んだんではなく業界人の方が選んだという、ね、でその中でですね、気になる、ランキングがあります。演奏が下手と噂のミュージシャン1位福山雅治、何だって2位 TOKIO、 3位武田真治、4位アクセスとか、まあだって載ってるわけなんですよ。え、俺は演奏が下手なんだやっぱり。あ、そう、すごいな。しかも1位だよ、ぶっちぎりの。ほんと、しかもね、そのここに書いてあるコメントがね、福山雅治は曲もヒットしているし、いい男だからやっかみもあるのかな、でもギターはやっぱり下手らしい。おい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 、しかもイラストまでご丁寧に載ってるんだよ、この似てないイラストが。あ、そう、俺下手なのかなやっぱりね。え、いや他に載ってる人のことはまあいいんだよ別にね、いいんだよ。1位なんだよ、しかも。びっくりしたわ本当に。しかもさ、こういうのって、俺がそんなにしょっちゅうギターを弾いてるのを見てるのは、あのレコード制作の人間か、もしくはこのオールナイトニッポンのスタッフ以外いないわけだよ、考えようによっちゃ。そうだろう、だって俺はそんなにしょっちゅう別にさ、あのギターを弾いてるところを人に見せてるわけじゃないから、レコーディングをやってる時か、そこのスタジオライブリクエストとかやってるオールナイトニッポン以外考えられないわけだよね。俺にはね、そう、大体もう見当がついてんだよ、誰か喋ったか。お前だろ、お前、この目の前に座ってる放送作家、お前この野郎、最近ちょっとあのテレビの脚本書いたぐらいで調子に乗りやがって。あとは節丸正夢だろ、この番組のディレクター。意表をついて AD 小林かAD 小林、まさかあの長年の付き合いになるミキサー岩佐かもしれない。もうみんなが怪しく見えてきた、みんなが。ちくしゃあ、頼むよ。まあいいんだよ別に、俺は下手だからっていうことをね、あのどうこう言ってるわけじゃないんで、俺は確かにね、言おう、下手だ、決して上手いギタリストではない。だけど他に載ってる人の、他にランクインされている人のことはまあ置いといたとしてもだな、1位、怖えだな、怖え。行ってみましょうか、福山雅治のオールナイトニッポン。まあね、いいんだよ、聞いてる人が判断してくれればいいから、別にその身内にどう思われるかっていうのはまあいいんだよ、それにその演奏が下手なことが悪いことではないと俺は自負してるわけね、下手馬って言葉をみんな知ってるからね、下手馬、要するに下手だけどうまい、その下手なことがその人しかできないっていう、こう下手馬っていうのがあるんですね。そこでですね、まあ今日はちょっと素晴らしいゲスト、まあ用意させていただきました。今日はですね、アルフィーね、アルフィーがですね、なんと3人揃って来ていただけるという、新曲の宣伝に来ていただけるという。アルフィーといえばもう手だれのミュージシャンですからね、うまいですよ。その方たちと私がセッションして、僕がどれぐらいのもんか今日君たちに判断してもらおうな。すごいぞ、今日はやるからな、しかもそんなアルフィーの皆さんと曲ちょっとやるんだけど、もう練習してないから、もうぶっつけ本番だからね。もうどんな曲をやるか俺はまだ知らないから。福
福山雅治のオールナイトニッポン。この番組はポニーキャニオン、ブルボン、 BVD 富士坊、東芝 EMI、 春日井製菓株式会社 SNK、 大道ドリンク、辻調律専門学校グループ、 APEX トラックス、中央出版、大東、ナジック学生情報センター、ファミリーマート以上各社の協賛で東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りします。それではですね、今日の1曲目はですね、この間私はですね、先週の火曜日ですかね、あの川崎のクラブチッタで見てきました。初めて、初体験、生で体験しました。かっこよかったね、めちゃくちゃかっこよかったね。今時やっぱりこういうのがあってもいいじゃないかというこのバンド紹介しましょう。グリーンデーでバスケットケース。はい、さあ今日の福山雅治のオールナイトニッポンにはですね、ゲストにこの方たちに来ていただきました。ぜひ、アグリいいのね。泉谷さんかと思っちゃった今。泉谷さんは。あ、そうですか。泉谷さんは。でも芸達者ですね。いや、今日は3人で。3人。発売日だから。すごい。発売日。俺もいっぱい言っとくよ。発売日だから。だから。なんで3人が来たかっていうと。喧嘩腰ですね。発売日だから。発売日だけに。発売日だけに。坂崎さんと高見沢さんと桜井さんが3人揃って。どうも。こんばんは。見れるなんて僕は幸せもんですよ。何をおっしゃいますか。僕はいやいや、でもね、コンサート以外で初めて見ました。3人が一緒にいる姿を。コンサート見たことあるの？ありますよ。僕朝霞のね、あそこ行ったんですから。あったこと。朝霞のあの。え、そこ来たの？そう、跡地を。跡地。あ、そう。US キャンプ。そうそうそう。僕ちゃんと桜井さんに挨拶したんですけど、全然覚えてないでしょ。え？参ったな。参ったな。覚えてた？高見沢さんね、ちゃんと覚えてたんです。こいつ嘘つくからね、気をつけた方がいい。って覚えてくれたんですよ。本当？うん、そう。あ、思い出した。めちゃくちゃ嘘つきですね。そう、すいません。いやいやいや、桜井さん、はい、今日初詣ですからね。そうなんですよ、だから立憲入ってますからね。これなんか午前中から日本放送にいんだよ。え、そうなんですか。そう、そんな文雄太アッコのビバリーヒルズから言うんですか。すごいよね。なんかマラソンラジオやってるんですか今日は。いや、入りが早いと思ったら、入りが早いと思ったら、いや今日はですね、あのやはりあの音楽の大先輩のですね、あのアルフィーの3人の方にですね、僕さっきあのオープニングのフリートークで言ったんですけど、来ましたよ。業界でも評判なギターが下手な男。そんなことないよ、松山がいるもん。松山というと千春です。千春ですか。マリーナラのあいつはね、スリーフィンガーはダメですよ。あ、スリーフィンガーができないフォークシンガー。でもギターは高いの持ってます。あ、そうなんですか。テリーズテリーズ250万のギターも高い。そうなんですか。でも松山千春さんってなんか怖いですよね、なんか最近ルックスがね、ね、結構危ない方向に、危ない方向に行ってますよね。トリケって怖いよね。ねえ、トリケは嫌だよ。ああ、なっちゃったんでしょうか。というわけでですね、私あのそんな下手だと思わないけどな、俺。あ、そうなんですか。うん、今あの一票獲得。結構ね、泉谷さんと演奏が下手だったら何なんない。いや、演奏ですよ。あ、演奏か。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね。だ、変装が下手なのミュージシャン。どう、変装が下手なのお前だよ。マジどこあれだよ。このお前、暑い時にマフラー巻いたりとかしたら分かるに決まってんだろ、お前は。変装するんですか。こいつ変装って唯一の駅でね、いたんだけどね、あんまり暑い時にマフラー巻いてね、顔隠してたから変だなって周りに思われたって。あ、高見さん、すぐバレた。高見さん、どうなんですか。演奏か。演奏ですよ。そうだよな。プレイですよ、プレイ。そうだよね。変装もあるな。変装が下手なミュージシャンといえば高見沢さん。ね、変装が下手なミュージシャンといえば福井さんって分かっちゃうから。うるさいな。顔の形で。顔の形で。いや、というわけでですね、ちょっと私の演奏力がいかほどのものかっていうのがあると思うよ、俺は。いや、ここでちょっとあの再検証をちょっとしたいと思いましてですね、うん、あのなんか一曲こう、早速やりましょうかということなんですけど。じゃあ、アルフィーがハモって、はい、感想で福山がリードギターとるの。すごい。これはどうかね、こうかですね。すごく目立つからね。リードギターってのは目立つから、聴いてる人は多分そのリードギターをね、聴いてもらって判断してもらえばいいじゃん。そうそうそう。あ、そうですよね。リード弾けるってのはもう音を知ってるってこと。そうだよ、そうよ。めちゃくちゃプレッシャーがかかってるじゃないですか。だってリードがこけたらみんな終わりなんだよ。僕たち何のためにやってるの。だってそうだろう。何のためにさ、舞台作ってんのよ。もう上で枕からやんないと。終わって感想見せまでこけたら終わりだ。終わりなんだから。もうね、手のひらじっとりしてきましたよ。手のひらがじっとり。そうですか。自慢ですよ。これじゃあ感想っていうかエンディングだな。そのまま高台行って、はい、まあ8小節とかどこまで引き抜けるか。引き抜けるか。引き抜けるか。よきところで
じゃあ僕のテンションとそのプレイの盛り上がりいかんによってはどこまでも続いていくわけですね。これはもう2時間いってもいいんじゃないかと。うわ、2時間僕のギターソロですか。すごいですよ。いや、いいな、ダイヤルのあったかもしんないぞ。画期的なことないからでもね。ね、こうやって戻ってきてまだ弾いてるってことですね。すごいですね。それはもうなんか中津川じゃないですか、それじゃ人間なんてじゃないですから。人間なんて2時間、3時間。長いんだよって。これ、アイザークって高野さん、あ、だよな。メロだよな。あ、そうか。高野さんいつだもんな。はい。じゃあ、今、坂崎さんのギター、そして、高見沢さんのギター、桜井さんの、まあ、コーラス、ね、3人でコーラスやるわけなんで、いや僕も弾こうかなと思ったら、みんながやめろって言うんで、ギター持ってたよ、みんながやめろって言うんで、それはそうだなと思って、自分で納得しました。あ、そうですか。歌に歌わないと聞きたいなって。うるさいよ。そうですね。歌中でおぶり入れてもだって、みんながギター弾いてるのに俺だけ弾かないんだぜ。な、寂しいじゃない。いや、いい、そこは、そこは持ち前の。そうですか。あの動かない感じで。どっちと赤い石ですから。いやいや。そう。じゃあ歌中のおぶりも、はい、福山任せよう。うん。任せる。おぶりですね。おぶりガードね。おぶりガード。おかずというやつですね。おかずです。主食はこっちでいきます。わかりました。おぶりガード。じゃあ待てよ。ニールヤング系のやつ。ニールヤング系ってニールヤングじゃないですか。ニールヤングだ。そうだよ。ねえ、サザンマン、サザンマン、今時あるやついるか。俺ら高校的やつだよね。70年のフォークソング同好会ですからね。そうそう、聞いてやも渋いよな。ね、渋いのなんで知ってんのそんなに。僕は結構ね、好きなんですよ、これ。そう、だってさ、俺たちがさ、聞いてる頃がすごい流行ってんだよ。そうよ。それをさ、何年も経ってから聞いてるわけでしょ。そうですよ。すげえ遅れてる。俺、じゃあ何年生まれ。僕1969年だから、ギリギリこれ。じゃあ俺たちだ。だから、多分ね、お母さんがね、腹の中で体調でこの曲聴いてたんじゃないですかね。なんか初めて聴いた時になんか懐かしい感じ、懐かしい感じが。ね、やりますよ。じゃあその辺の趣味があるってことはやっぱりね、うまくなる要素ありますね。そうなんですか。One, two, three, five.
ですか、うん、全然だって何小節かやったよね結構、うん、すごいやった、あ、もう立ち上がってる、もう今日あのスタッフ全員が立ち上がって、スタンディングオベーション、すごいですね、これアンコールですよ、アンコールアンコールまで聞こえないアンコールが今鳴り響いてる、鳴り響いてる、いけるいける、いけますね、もう大丈夫、あ、結構体力あるね、いや結構もう 汗かいてます、いやいやそれはいいんだけど、すごいいいな、いやあの愛媛さんに鍛えられてますから、あ、なるほどな、すごいすごいすごい、これすごい、これをね、これできる、できる人はそういない、そういない、泉谷さんと友達なの、泉谷さんと友達なの、考えた方がいいよ、昨日も飲んだんですよ、昨日も飲んだんですよ、友達選んだ方がいいと思う、またカラオケが一軒ぶっ潰してるから、泉谷さんカラオケやんの、カラオケありますよ、なんかね、昨日ね、うん、何歌ったかな、洋物、いや、和物、あのね、雨上がりの奴らにとか歌ってます、大得意、そうそうそう、これやってましたよ、モノマネで、この雨にやられてってやった私芸達者ですよね、今日楽屋隣だったんだ、そうなんですか、楽屋してない、いやいやいや、もういやでもね、下手じゃない、下手じゃないですか、うん、いいよいいよ、今ね、生の証人がここにいる、ね、うん、3人よかったな、じゃあ、ちょっとあの調子に乗って、まだまだやっていいですか、いいですよ、今日は時間の許す限りですね、スタジオ生ライブということでですね、やるよ、初詫びだからね、もう初詫びですからね初詫びですからね次はやっぱりあれですか、もうやっぱりニールヤング来たんで、ニールヤング来たね、もう一発ニールヤング行ってきますか、これもう一発行きますか、これまたくどいですか、これニールヤングもう一発行くと、いやいや、もういいんだ、大丈夫ですか、行ってた方がいいかもしれない、行ってた方がいいな、ニールヤングね、あ、そうですか、じゃあこれはワンコーラス行って、はい、感想あってラララララララでサビ行って、はい、また感想あって、A メロで終わり、はい、じゃあ今度はこれは福山くんがメインで、はい、歌ってほしいね、また僕、あ、歌っていいんですか、いやだからボーカルメインで行っていただいて、はいはい、で私がサブで、サブサブでサブボーカル、サブボーカルで行っちゃうの、いやそうじゃなくて後ろで、はい、バックアップ、あ、バックアップ、縁の下の力うどん、ありがとうございます、力うどんですね、持ち入ってるんですね、はい、まあ、怖いよ、いいとこ全部福山君が持ってきて作ったり、いやなんかなんかこれプレッシャーですか、ひょっとして、違いますよ、そんなことないですよ、いいところは持ってくる、うまいんですよ持ち上げるの、ね、本当にこの持ち上げで俺もね、いやあの何度か倒せるこれじゃあギターソロ今度はあの桜さん、これじゃあ名人が、はい、ちょっと名人芸で、石川貴彦さんどうしますか、私はあのリズムで、リズムで誰ですか、石川貴彦さん大変な人ですよ、石川貴彦さんとの2人で合わせて220万のギター今弾いてますから、高いですよ、そんな高いんですかこのギター、高いですよ、同じところで作ったんだけどね、これ兄弟ですね、兄弟ですね、これもう糸巻1個が5万円、そんなにしないよ、そんなにですよ、銀座で飲んだって大変なことですから、金融が金かかってますね、しかし、はい、ボトルと同じぐらいですか、じゃあおはよう、おはよう、行きましょう、はい、福山ここね、メアルで分かりました、じゃあ行きましょう、はい、せーのっと、what if you knew heaven
今ですね、このフォークソング投稿会はですね、CM の間ですね。チューニング、チューニングいいね。なんかやっぱり、真面目なんですね、やっぱりフォークソング投稿会だけに。泉谷さんと違いますよ。泉谷さんだってね。泉谷さんだって、泉谷さん4分のデーが狂ってますけど、ったら、誰もデーなんか聞いてねえよだって。本当に当たるのが怖いですよね。そうなの。確かに D は誰も聞いてないんだけどね。でも D が聞いたって言うと、気持ち悪くないかね。全部も気持ち悪いのに、聞いてないんだ。大丈夫だよ、誰もデーなんか聞いてねえから。イース・リチャーズみたいな人だね。リッドチューニングが好きという。いや、まあですね、あの盛り上がってきたところあれなんですけど、はい、ここでやっぱりですね、今日のですね、発売日ですから、今日は、はい、やっぱあの趣旨に漏れないようにですね、ここでやっぱりあの一発やっぱり宣伝しようじゃないかということでですね、そうですね、ちょっと曲いきたいんですけど、聞いてもらってっていうところですね、はい、これはあれですよね、あのラブネバーダイズ、これすごいじゃないですか、あの愛は死なない。死なない。ですね。愛は決して死なない。愛は決して死なない。これ中学生でもわかりますよね。わかりますか。そうですね。ネバーダイズっていう。本当はラブズネバーダイなんです。あ、本当はラブズネバーダイ。マイラブになるとダイズになる。あ、そうなんですか。マイラブネバーダイズ。いや、マイラブ、だから、マイラブウィルがいってしょ。マイラブウィルネバーダイズ。ネバーダイズ。そうなると、ラブネバーダイズと。なる。限定される。限定される。ハニーショータンスの場合は先生がね、ちょ、お前、ノバみたいなこと言ってんじゃないよ。ノバ、ねえ、なんだっていいんだから、ね、覚えりゃいいんですからね。はい、あの、日本テレビ系、日本テレビ系ドラマ、奇跡のロマンス、主題歌。そう、赤井秀和さん。赤井秀和さんが。はずきりおなさん。あ、はずきりおなさん出てるんですか。あ、そうですか。赤井さん、惚れちゃうんですよ、はずきさん。あ、そうなんですか。なかなか銀座の女でね、これが。あ、はずきりおなが銀座の女。女でね、小持ちなんですよ。小持ちなんですか。で、相手にしてもらえない、今んとこね。さあ、このドラマどう展開していくか。うまいね、坂崎。赤井秀和さんがですね、あの、いい演技、あの、なにわ三兄弟なんですよ。なにわ三兄弟、赤井さんが長男で、はい、で、あの、次の弟さんが、はい、大阪の芸人さんっていうか、その、芝居の劇団のね、いい方なんですね、生瀬さんですね、生瀬さん。で、その末っ子が花明ちゃんで、ああ、花ちゃんね、さくら、はいはい、さくら、これはですね、いいですよ、この、あの、名場面をさくらが今、再現してくれる。あ、そうなんですか。さくら会社行ったろ去年仲良くしなかったらあかんて。うまいな、うまいな、うまいな、そんなことうまいちょっとジャーホー、これはさくらの時今やってるんですけど、あの、役者ですか。役者、いや、どんな役者じゃないですか。武蔵兄ちゃんアホやしかしこのバンドはなんか芸が多いですね。何がメインかわかんないからこれじゃ。試合の現状伸び悩んでる。伸び悩んでるんですよ。22年間伸び悩んでる。すごい長い伸び悩みですね。このまま伸び悩んだまんま。なんか突き抜けない原因がそこにあるのか。まさに未完の大器とはこのことですね。伸びないのもね、五感の帝王というか、五感の帝王すごいですね。じゃあちょっとあの一番メインである、はい、やっぱりこれガツンといきましょうよ、ちょっとね。そうですね、もう聞いてもらえば、そうですね、何か分かりますね。じゃあやっぱり曲紹介はやっぱ桜井さんの方からですね、もうさっきのあれに乗せた感じで、もう時間的には1日過ぎてしまいましたが、1月29日にリリースされました奇跡のロマンスの主題歌 Love Never Diesはい、今日はですね、ラブネバーダイズが発売日であるアルフィーの皆さんに来ていただいてるんですけど、はい、先週ですね、来週なんとアルフィーの方々が3人揃って来るんだぜって言ったらですね、おはがきちょっと来ましてですね、この質問なんですけど、いいですか、質問。はい、こっちだな、ラジオネームガッツだぜさんからです。ガッツだぜ。福山さん、ジ・アルフィーのメンバーの方々、夜遅くお仕事ご苦労様です。今回アルフィーのお三方が、はい、福山のラジオに揃って登場とのことで一つ提案があります、前回アルフィーのレギュラー番組の時に、福山と一緒にアコースティックライブをやっていたので、今回は、
福政の曲にコーラスをつけてください。グループ名も決めました。ああ、うん、ノーパン野郎ビズヒゲとメガネと茶髪バカ野郎生意気ですねこいつね。ヒゲとメガネと茶髪、茶髪、これはちなみにヒゲはどう考えてもね、もう私しかいない。そうね、あとメガネはね、坂田さんですよ。でも茶髪って言ったら2人とも今茶髪ですからね。あと坂田さんだいぶ戻ってきたね、うん、やはりほら日本人のアイデンティティを取り戻す。アイデンティティって何がアイデンティティだ今まで。バカ野郎お前たちは。でも高見沢さんってやっぱり結構あれですよね、謎ですよね。謎、うん、だってこう今ピック僕もらったんですけど、あのこのまずキラキラに光るこの七色に光るシルバーポイント、うん、でこう穴が開いてるんですけど、これ滑り止めの穴なんですよね。そうです。でそれをなんかあの坊やの方が、はい、穴を開けるのを忘れると殴るらしいですね。殴るというのも蹴るとかも、蹴るとか、いやしない、蹴るとか舐める、舐めるとか、舐めちゃダメだよ。トイレを、なんかなんとか伯爵みたいですね。なんか謎が多いですからね。こんな分かりやすい。僕が置いてありますからね。学園ですか？ないか、ないか、そんなものありません。そんなものはね。なんか松山氏。危ない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 。いやいや、結構謎なんですよ、いつ飯食ってんだろうっていうのは。あ、そうなんですか。あんまりね、見たことないな。痩せてます。あと寝てるの、いつ寝てるの。そう、寝顔見たことないのね。寝顔見たことないって、それは普通だよ。いや、よくほら、一緒に部屋にいたから。見てるな、石川な、ほら、こういますけど。それ、レコーディングの時にこうやってカーって寝てんのは見たことあるけど。いや、そんな寝室に入っていくことないでしょ。寝室もないもん、ほら、あいつの部屋で寝たいとかしてたから、俺ずっと。え、俺は先に寝ちゃうから、いつも。で、あいつが俺が先に起きるから、見たことない。神田さんで、俺も高見沢うちしょっちゅう来てたから、よくツインだけ高田でしょ。ああ、ホテルもそうですよ。昔ほら3人でツインっていうか、ツインじゃないよ、ツインじゃないよ、あれ普通の、普通のね、普通の、ええ、いいんだって。シングルじゃないだろ、シングルじゃないだろ。ツインのトリプルな、ツインにあれをエキストラベッドを入れて3つになるわけ。はい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 。それで誰がどのベッドを取るかっていうんで、ちゃんと阿弥陀をやるわけで、坂崎が阿弥陀作ると必ずエキストラベッドやるで、マネージャーと4人で行く時は桜井とマネージャー、俺と高見沢でも寝顔見たことないんで。それはね、高崎早すぎるの寝るから。もうね、飯食った後すぐ寝ちゃうんだから。猫みたいだよ。すごいよね。あの、なんとか喋ってるうちにそのまんまの形で寝ちゃって、そのまんまの形で起きるわけ。寝返り打ったら来るじゃん。そうか、いいの。寝返り打たないんだよ。打たない、打たら死んじゃったのかと思った。なんか硬直してるんですか。硬直しちゃってないよ。あれ、寝返りが気持ちいいのにな。すごい。でもその頃ギターが好きで、サウナに泊まると、いや、寝る前いつもギター弾いてるわけ。そのうち寝ちゃうわけ。そのままずっと寝て、起きると、起きるとまたギター弾き出す。次のフレーズ弾くんだもん。すごいよな。高田渡さんじゃないですか。いや、ほんとそうだよ。だってなんかかっこいいじゃないですか、それじゃ。なんかかっこいい、それ。なんかめちゃくちゃアーティスティックじゃないですか。だから持ってかないの風呂だけよ。便所も持ってくんだから。便所持ってた。一番そうやる。すごかったのね、大学の時さ、彼の部屋でギター弾きながら、なんつうテレビ見ながら野球だよ。で、女の子に電話してんだもん、こうやってやって。ね、レコード聞いてんだろ。電話をね、こうやって挟むわけ、肩で。こうギター弾きながら、テレビ見ながら電話してるでしょ。ギターでなんか歌ってやったりとかしてるわけですよ。でも俺が行くんだよ、それ。結構、いつにいろんなことができる。たまに俺と会いに行ってるんだよ。昔からだけど。企業だよ。仲良しですね。君は企業ですよ。あの、もう一回仲良しで。もう一回やめてくれよ。二十何年も一緒にいて。二十何年も一緒にいて仲良しっていうのもいいじゃないですか。ちなみにちょっともう一枚ちょっと質問いいですか。ペンネーム桜井さんのサングラスさんですね。今年もコンサート活動はやってくれるのでしょうかというのを来てますけど、これはどうなんですか。その通りです。4月の4日から。はい。あ、4月の4日から。また。ずっと結構長い。40分ぐらい。6月の下旬ぐらいまで。はい、そうですか。これは朗報でしたね。ね、そしてもう一つ、桜井さんは、ミスターチルドレンの桜井さんと何か関係あるんですか。ありますよ。あ、そうなんですか。一体どういう親類です。あ、そうなんですか。まあ、どうです。お前、嘘つくなよ。お前、目が。なんだよ。お前、人のこと嘘つきって言うけどな。お前の嘘いっぱいついたのに言っとくけど、こういう。だって、お前の時代だと米ついてたんだから、ずっと。米ついたって嘘がついてたなって言われたの。いや、でも同じ。バッタじゃないんだから。誰も同じ桜井なんでしょ。同じ桜井ですよ。
どっか繋がってでしょ、きっと。いや、紐解けばね。紐解けば。現在の話してるわけです。現在、うん、会ったことないですからね。いや、でも僕はね、応援してるんですよ。応援してるんですか。ええ、そうですか。爆竹にはいるじゃないですか。爆竹、爆竹もボーカルが桜井で。いや、3人でグループ組めば。桜井っていうの。ザ・桜井。ザ・桜井。ねえ。いや、チェリーって言ったんだ、桜井。チェリー。あ、桜井で。ブロッサム。ブロッサム。だったら桜井で。俺が4人で。あと桜井桃子も入るな。3対2。3対2。翼をくださいから。失敗すると思うな。いやいや、面白いよ。でもそれ、そうなぁ。ただ俺は福山入れるもんあるし。あ、そうですか。うん、で、桜井さん、俺がやめるってこと。ああ、抜けた穴を。穴を。僕はベーシストとして。ベースに弾けるだろうね。大丈夫だよ。あ、いいね。長いよ。福山君、はい、ベースっていう楽器は簡単そうに見えるけど、奥が深いんだぞ。え、あ、誰でも弾けるようだけど、奥が深いんだ。いや、やっぱりそうなんですか。そう、これを弾けるようになるためには、数十年かかるんだ。え、自慢じゃないか、僕は。ベース始めたらアルフィーになってからなんで。本当はね、不安で。僕はデビューしてから1年経ってから始めたんだ。こんなにわかな感じでやってないか。だけど、もう数えてみると20年近いんだよ、でも。それはすごいじゃないですか。ドラム貯金してたの。11万貯まってんだね。ドラム貯金。ドラム貯金。ドラム買おうと思って。こいつ結構ね、その頃だって給料4万5000円だから。はいはいはい、お前、具体的だな。全然ね、残るわけないのよ。こいつは月々何千円ずつか貯金してたの。そう。偉い。レコード買わないで。俺と高見さんは全部レコード使っちゃうから。それじゃ、なるほど。それじゃお前たちが支えてるみたいな言い方じゃないか。LP2 枚しか持ってなかったんだよ。いいじゃないか。だってお前らと一緒に聞けばいいんだから、1枚あれば。私は尽きないようでですね。ちょっともう一枚おはがき。いきます。はいよ。名古屋市北区の、食べやすこちゃん18歳。ね。29日のオールナイトニッポンには、アルフィーの3人、アルフィーが3人でゲストで来られるそうですね。はい。そこで、4人でですね、スタジオライブリクエストリターンズお願いします。曲は、ボブ・ディランの風に吹かれてお願いします。ああ、ディラン。すごいね。風に吹かれて。僕らはね、風に吹かれてはね、どっちかって PPM スタイルだったの方だね。あ、そうそうそう。こういう、スリーフィンガー調だね。おぉ。How many lows must a man work in? こう、マイナーいっちゃう。あ、なんか洗練されてますね、DPM だけに。今日はでもボブ・ディランが。ボブ・ディランということで。やっぱ荒いやつですね。ボブ・ディラン。もうじゃんじゃかじゃんじゃか。これはやっぱり、ディランといえば。ね、ディランなんていつ知ったの？ディランはやっぱり、お母さんの腹の中じゃないですか。あ、僕が前、だからディランの歌歌ってたら、母ちゃんが、あら、また懐かしか歌を歌えようねって言ってましたからね。いいね、その90年。いや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 。カツコさん、これ徹夜ナンパしようとみたいな。多分長崎のライブの時ね、行くと思いますから。そうですか。本当に。カツコよろしくお願いします。そう。カツコいるの？多分来ると思います。それで、タナセ訪ねてもらえれば。すごい。カツコよろしく。カツコみたいな、カツコ。それステージ出しそうだ。自称長崎のソフィアロンって自分で言ってましたから。ソフィアロン。結構でも綺麗だと思うよ。そうだよな、このギラシュンなんだからな。カツコ。カツコ。じゃあこれ。これで2コーラスで2コーラスですね。2番目はじゃあ僕がやります。はい、それでは行きましょうか。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォThank you.
ちは枯れてるね。枯れてるね。風に吹かれてるって感じするね。なるほど。やはり。じゃあここでまたですね、またまたもう一発 CM ということで。ああ、そう。今日はですね、アルフィーの3人に来ていただいてるわけなんですけどね、今高見沢さんがですね、一生懸命ホットドッグプレスを読んでるわけなんですけど、すごいですね、これね。まあ、ムカつくね、これやっぱり。乗ってるでしょ、僕は。しかもこれね、業界人が選んだっていう。あ、そうなの。そうなんです。そうなんだ。これはね、TOKIO よりはうまいよ。ありがとうございます。だって音楽知ってるから。これね、僕自分の口では言えないんだよね、坂崎さんに。それはかわいそう。それはね、いやいやいや、これってさ、結局さ、根拠ないんだから。やっぱりそれだけ有名人がそういうふうに言われるから、ムカついてるだけなんね。なるほど。これだってね、これに僕が1位になるぐらいだったら、まず1位泉谷さんにしてほしいですよね。どっちかというとね。そうですね。泉谷さんのギターは確かにパーカッションですからね。パーカッション。弦楽器じゃないんですけど。弦楽器じゃないですか、ね。あ、打楽器自分で言ってましたからね。もう最後に弦全部取っちゃいます。全部取っちゃいますからね。バリって。何なんでしょうか、一体というですね。でもこれ乗るってことはすごいんじゃないの、やっぱり。そうなんですか、ね。だって全然乗れない人いっぱいいる。これすごいじゃないですか。あのスタッフに対する態度がきついという噂の有名人。ね、まあ誰というのはまだあれだけど、俺なんか見た感じそのまんまだもんね、全部。ああ、そうかなと思うもんね。素顔がまるで別人のように見えるっちゃう。それひどいですね。あれもすごい、すぐにやらせると思われがちな女性有名人。有名人でもそれとその通りの感じがするもんね。いやいやいや、ちょっと言えませんけどね。言えませんね、これはね。言うのもね、またあれですけど。かわいそうですよね。でもあれですよね、あの仲が悪そうなグループっていうのには、うん、あのアルフィ入ってないですよね、やっぱり。入ってないですね。ドリフト CC ガールズ。トンネルズ、これだから悪いですよ。あ、これは悪いです。本当にね、憎しみ合ってます。憎しみ合ってるんですか。うんなんてなんだっけ。うっちゃんなんちゃんですね。まあでもこうやってね、話題にしていただけないと。言うなお前。ラインとしては成功なんですから。そうそうそう。ね、そうなんよ。なんかまんまと引っかかってる。そうそう。まあライン作りとしてはこれでいいんですもん、雑誌は。そうですよね。責任がいいんですから、だって。誰に聞いたわけでもない。そうそうそう。こんなもんに振り回されちゃいけませんよ。そうですね。僕ね、意外とすぐ信じるんですよ。よくあの傷つくでしょ、結構こういうのって。いや、これはね、自分で傷つくというか、最初ね、僕ね、実は正直な話をすると、夕べね、あのコンビニ行ったんですよ。それで、なんか雑誌を買おうと思ったら、ホットドッグあったんで、なんか立ち読みしようかなと思って、パッと見たんですよ。そしたらいきなりこれが載ってたんですよ。いきなり見ちゃったので、いきなり見ちゃって、なんかコンビニで一人、なんか真夜中にすごい一瞬傷ついたんですよ。いや、傷つくよ、これ。で、こうやって見て、また戻したんですよ、ちくしょうと思って。だけど、それを置いて、僕はジャンプとかなんとか買おうと思ったんですけど、でもなんか、いや、でもここで逃げちゃいけないと思って、これはもう一回自分の家に帰ってじっくり読んで、これと戦わなければいけないと思って、買って帰ったんですよ。偉いぞ。なんか、僕ってまんまとハマってません？なんか、いいんだって、これはもうこれで。そうですよね。もう流されればいいの。でもあれですよ、あのよくあるじゃないですか、女子高生白書みたいなのよく載ったの。最近のなんかバージンがどうたらとか言って、あのみんな17歳ぐらいでなんか捨てるとかなんとかって。17じゃもう遅いですか。遅いぐらいでしょ、今や。やっぱ小学生だっていうか。本当ですか。本当ですよ。修学旅行でコンドームを渡したってことですか。あ、そうなんですか。もうこの先どうなんだかわかんない。小学生が携帯電話持って、ああね、やばいですね。なんかですね、福山も親父みたいなこと言ってます。いやいや、幼稚園の園児が携帯電話で、やばいですよ、話は。好きなことですか。小学生に電話かかるもんね。まだ行けたかということで。今日はですね、ラブネバーダイズが発売日である、はい、でアルフィーの3人に来ていただいてるわけなんですけど、ね、スタジオライブとですね、なおかつ楽しい愉快なトーク、ね、仲良し3人組プラス、はい、仲良し3人組なんかお笑い3人組みたいな、やっぱりね、もう一曲やろうじゃないかということで、はいはい、これもまあ非常に僕の好きな歌であるんですけど、これはこれで泉谷さんなんかでやりましたよね。あ、高見さん見せてみたよ。あ、そうなんですか。よかったです。ありがとうございます。すごいかっこよかった。あ、そうですか。ねえ、坂崎いろんな人とセッションするけど、ね、彼が一番良かったと思うよ。客観的に見て。じゃないか、福山。アルファルファ。アルファルファ。3人の個性がね、バラバラですごくね。そうですよね。すごく、ハモるとまたそこがまたいいんですよ。あ、そう。なんせ。なんかいいですよ。泉谷さんと坂崎さんと僕って一体何なんだっていう共通点が。アルファルファ。
うん、アルファルファツ。アルファルファツ。営業的な匂いがしないとこがいいね。あ、そうですか。あ、いいね。アート性がある。いいですよね。おー、なんかめちゃくちゃ受けてますね。いや、それって大切だと思う。だって、説明は後ろ番組に出たら集まるっていうんですけど、じゃあさっき言ったようにあれちょっと営業っぽいですよね。営業の匂いがあるってことはほら可能性があるじゃない。あ、これを受けそうだなとかって、はいはいはい、そうじゃないってことでしょ。要するにこう純粋なアーティストが純粋な感じがするという、コーラスは私お墨付きですよ、うん、まさに本当のところを疲れましたね今ね。そうですよ、やばいですね。真実が思った高先生がここまで言ってるってことは本物ですよ。やっぱり楽屋に木刀があるぐらいですからね。ない。木刀はね市内だった。市内だった。この間ろうそく見つけたんですよ。ろうそくそんな趣味まで。多趣味ですね。やっぱりノーパンってなんでさっきから気になったんですか。僕ね昔ノーパンやろう、去年1年ずっとノーパンだったんですよ。自分がノーパンって、ステージでずっとノーパンでやってたんですけど、高見さんノーパンですよね、ステージ。いや、そんなことないよ。あれ違うんですか。違うよ。僕は高見沢さんと、うん、チャゲアスの飛鳥さんはノーパンだと聞いてたんですけど、うん、本当、そんなことない。カワパンにノーパンって話を。ああ、違うんですか。高見沢パンツ履いてる、ね、履いてますね。ブリーフですか。そうですね、あ、昔そういえばこうピタピタ履いてる時はなんか履かない時あったな。そういえばね、履かないと、うん、でもあれじゃないの、位置とか大丈夫。一応まだまだ気にしたらいいですし。なんでなんですか。こいつは結構なもんなんですか。もうとんでもないもんね。無駄に大きいんですから。なんでもう一緒に風呂入ってさ。何でもそんなに動いていいだろうって言われてね。マジでお前このこと考えていいんだけどみたいな。無駄に大きいの。無駄に風呂に一緒に行くと困っちゃうよ。だからさ、向こうでお湯こうやって流すとあいつだけが、ああ熱いとか言うんだよ。どんな油が乗ってるの自分で言ってるけどね。俺はね、笑いすぎだよ。二十歳の頃に負けたと思って。じゃああれですか、あの洋式便所とかに座ると、便座にこう顎のせる感じでこう上に乗せないと水についちゃうぐらい。そう、一緒に踏まれたことある。ビジュアルでバカ。すごい。うまい。高野さん、これぐらいでいいですか。これぐらいでいいよ。どうなんだ。落ちなさいって、本当に。負けた。いや、福山の見てないもん、俺。いやいや、僕はだって車で言うたらマーチぐらいですからね。マーチ。いやいや、ミニクーパーとかね。その辺にしとこう。勘弁してやるよ、今日。もうなんてもう。うざいよ、バカ野郎。勝負しろ。何言ってんだよ、バカ野郎。桜井さんも。俺はお前、ガスの元編ぐらいで。おい、外の女ばっかやろ。なんでお前ら受けてんの。ゴムかぶせてやるぐらい。なんかかぶり気味。スキップは動くやけど。高見沢くん、受けすぎだよ、君は。なんだ。今日発売日なんだから。発売日の。ダブネバーダイズが発売日の。ね、ある日の。やっぱオフサイトに行くのはダメだな。この辺の話になるな、どうして。絶対なんかいいんだよ、どうせ。みんなね、下ネタ聞きたいんだから、どうせ。でもあるだろう、よく無駄なハムお歳暮とかで食える美味しいものなかなかなんだけど、やたらすごいハム。あれはいらないだろ、見て。それだよ、俺トントンまんじゅうの竹の入ったのだよ。いやもう無駄にでかいハム大味だ。よし、じゃあ今度風呂入ろう。ハムって嫌ですよ、僕。もう絶対嫌。ハムの話してるからいいけど、ウィンナーソーセージの話されると怖いかな。ねえ、ハム対ウィンナー。俺はもう絶対一緒に風呂入りたくない男ナンバーワンですよ。もうニューミュージックはビッグミネって言われてる。ひよこが名前。しかし、あの桜井さん結構あれですね。やっぱそういうのってやっぱり最初に見た時、傷つきました。いや傷つきはしないけどさ、ムカつきました。ムカつくのしないけど、びっくりしただけ。びっくりしました。これ何、 What is this? What is this? Oh my god! Mamma mia! Mamma mia! そんな泣いてるよ、泣いてる、泣いてる。そんなすごいんだ。パパツですけどね。ねえ、いやー参った。いいからやろう、もうやろう、もうおしまいやろうよ、これやろう。はい、時間はいいんですけどね。食べられました。ノーパンやろう。そうだろ。俺ノーパン喫茶に行ってたのかなと思ったの。それ聞いたんだけどさ。いや参った参った。
ノーパンで男は喫茶店に行かって何にも面白くないだろ、だって。いやいやいや、まあ、というわけでですね、綺麗な、はい、あ、食べた。いやなんか今日放送しちゃったな、だんだん。いや今日放送聞いてた人もすごい得してますよ。いや男はでも大きさじゃないよ。まあそうなんですか。そうそうそう、そんな力説されると、そういう言い方すると周りはえっていうことになるだろう。やっぱターボでしょ、多分。ターボの問題は。そういうのがこう入るのも、細いのもこうなるのも理屈は、理屈はそうなんです、科学的には。まあ、的にはね。でもこいつの腰の動きはすごいよ、多分。あ、そうなんですか。見ます見ます見ますちゃんと補ってるんです。うわぁ、少年隊の仮面舞踏会かと思うぐらいの。俺はあの少年隊に教わってんの、いろいろ踊りを。あ、そうなんですか。東とか錦にめちゃくちゃグラインドしてましたね。俺たちには教わってない、相手下手だから自信になる時だけ入っちゃうんだ。そうそうそう。しかしラジオで良かったです。危なかったです、今の腰の動きは。今の腰の動きはモザイク入れないと切り合います、ね、危なかったですよね、うん。ラブネバーライブだよ、みんな。ラブネバーライブズが発売のある日だよ。ライブズじゃないよ。頼むよ。失礼しました。ラブネバーライブズが発売のアルビーの3人にお越しいただいておりますが、弾けない、ラブネバーダイズ。こいつね、エンジンかかるとダメだ。あ、そうなんだ。ディーゼルエンジンに廃屋入れちゃったみたいなもんで、ね、止まんないの。止まんないの。もうやりましょうか。ひどいよ、本当にね、はい、笑いですと終わりですからね。全部緩いんですから。あっちこっちが緩いの。じわーっと濡れてるから、あっちこっちが。老人じゃないんですか、あんな。やだ、ブロイザーウィンド。あ、違う。今サングラスかけてるから、はい、ごまかしてるけど、泣いてますよ。泣いてますもん。涙が出てる。耳だれ。危ない危ない危ない。やりましょう。じゃあ、美しく、君は美しく。モッキング、まだ、ハムリカワーということで。あ、大丈夫です。私、途中でさっと手に持ちました。はい、それでは、もちろんと始めたらということで、やりましょうか。はい、じゃあ、キーは、G です。G で A マイナーです。ほとんどそうですね。さあ、今日はですね、ラブネバーダイズが発売の GRB の3人とですね、福山雅治と一緒にやらせていただきます。いいよ、このナンバーは。いいですね。誰の歌これですね。これ、ゼランです。ゼランです。ゼランね。でも、僕らも、あのガンズの方で。そう、やったことありますね。テレビでやった。じゃあ、やってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。Thank you.
がうまいね。うまいね。いやいやいや、ちょっとね、僕唾液症なんでよくね詰まるんですけども、こんなにべっとりしますけどね。うまいわ。いやいやいや、難しいんだよね、ハムがね。難しいよ。いやいやいや、いいね、でもこれいいですね。よかったですね。いいですね。なんかこのままミュージックフェア持ってっか。ミュージックフェア、今度一緒にやろうか。今や鈴木杏樹が司会をやってる。そうそうだ、ミュージックフェア。優子どうした、優子。俺は優子に会いたかったんだけど、こんなことへでもないでしょう。というわけで今日はですね、楽しく過ごしてまいりました。ラブネバーダイズが発売のアルビーのですね、3人にお越しいただきましたがですね、あ、ピク、じゃあ番組でピクプレゼント、いいですか、5個。これはね、じゃあ坂さんから5個で、高見沢から、高見沢さんから、はいはい、おで桜井さんからは、高見沢のやつが3つ。あ、お前は桜井から。だって持ってないんだもん、今かぶってる帽子とか。じゃあ俺から坂崎の2枚と3枚とアンピック。お前のないんだよ。ないの、持ってこいよバカ野郎。俺のも桜井さんピック引かないの。高見沢にもらった3枚出せよ。ちょっとこれ全部やる。これいいよ、俺はだってこれ指で引くから。あ、そうですよね。じゃあなんか後でちょっと爪切らしてください。何、爪の赤ということで。やめてよ、もう指紋取ったりとかしないのよ。ヒゲいいですか、ちょっと。いや、やめて。はい、というわけでですね、結構ありますよ、これ。まあ後でじゃあ数えて。はい、わかりました。スタッフにどうせ行っちゃうのもあるでしょ。はい、そうですね。僕らが数字は決めますんで。OK。はい、というわけでですね、今日はですね、発売に、まあなったばっかりということですよね。そうですね。開けたんでね。ラブネバーダイズ、こちらがですね、でドラマ、日本テレビ系のですね、奇跡のロマンス主題歌、ラブネバーダイズが発売になったばっかりの、アルビーの皆さんに来ていただきました。はい、どうも、それではですね、お待たせしました。カップリングナンバーを聞きながら、お別れしたいと思います。そうですね。いやー、本当に楽しかったです。こちらこそ、ありがとうございました。本当にね、毎日かけていただくという。もう日本放送にプレッシャーかけてもらえば、ハム出すぞ、この野郎ということで。30周年の顔でしたから。そうだ、30周年の顔だったんですか。遠い昔でね、忘れられてますけどね。こっちのカップリングはね、昨日の大阪女子マラソンのイメージソングで。大阪女子マラソン、あ、そうですか。やってたんですよ。わかりました。日本放送でも放送してましたもんね。そうですね。はい、それではこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。DRC でグローリーデイズ、今日はどうもありがとうございました。はい、今日はですね、ゲストにですね、発売になったばかり、ラブネバーダイズ発売になったばかりのアルフィーの、お三方をお迎えしたわけなんですけど、非常にですね、いやー面白かったですね。僕自身も非常に楽しみました。でですね、さっきも放送中言ってましたけど、たくさんピックを置いていってくれました。いい人たちですね。もう枚数がちょっと今数えられないぐらいたくさんピックがあるんですけど、まあ今日はですね、アルピーのね、ファンの方々もたくさん聞いていると思うんで、このピックをですね、この番組でプレゼントしたいと思います。まあ、枚数はちょっと後でもう一回正確に確認しますけど、ピックプレゼントします。坂崎さんのピックと、高見沢さんのピックがありますね。実際に高見沢さんが今使ってたピックもありますし、坂さんが今使ってたピックもありますね。これをですねプレゼントします。だけどただプレゼントするだけでは脳がないのでね、皆さんお題を出しますね。このお題をちゃんとやってきたアルフィーファンの方だけにプレゼントしましょうね。お題はですね、ハムの絵を描いてきてくださいね。大きなハムの絵ですね。ちっちゃいのダメですよ。いわゆる何て言うんですかね、ポークビッツみたいなことじゃないですからね。よくお歳暮で届く粗挽きとか、そういうやつですからね。描いてきてくださいね。太くて硬そうで美味しそうなハムね、こちらです。宛先はですね、郵便番号 100-87、日本放送福山雅治のオールナイトニッポン、ピックプレゼントなんて普通の普通の呼び込みなんだろう。ピックプレゼントの係までです。希望ピックも一応書いてくださいね。坂崎さんのピック、高見沢さんのピックね、桜井さんが挙げた、坂崎、高見沢さんのピック、これ複雑なんですけど、まあ要するに高見沢さんのピックか坂崎さんのピックか、書いて希望商品名を書いて、100-87、日本放送福山雅治のオールナイトニッポンピックプレゼントの係まで、ハムの絵を描いて送ってきてください。それでは、ここでちょっと一曲聴いていただきましょう。ジュースで気持ち。新コーナー、ジミー君を探せ。ピュアピュアリー、気持ちはいい。さあやって
ってまいりました。新コーナー、ジミー君を探せ。ちょっとボケているけど憎めないキャラのジミー君をレポートしてちょうだいね。というわけでですね、あの先週この新コーナーの告知をしたところ来ましたね。やっぱりあのいるんですね、どこにでもジミー君というのは。早速ですね、その中でもよりすぐりの、えりすぐりのってなんて言うんだ、俺も日本語よく分かってねえな、いいジミーちゃんたちを紹介しましょう。奈良県、これ磯城郡って言うんですかね、ペンネームなおちゃん受験頑張ってさんからです。早速ですが、私の友達の女ジミーちゃんを紹介します。それは彼女が自動車教習所に通っていた時のことです。いつものように彼女は車に乗り調子よく運転をしてちょうど坂に入ろうとした時、教官の人に「はい、ハンクラ入れて」と言われ、とっさに彼女はクラクションをパンと軽く鳴らし、満足そうにしていると教官に「はい、マイナスね」と言われたそうです。なんと彼女はハンクラッチを半分だけクラクションを鳴らすことと間違えたのでした。ちなみに1年以上経った今でもまだ教習所に通っているピュアなギャルです。あ、これはでもあるだろう、本当にね。これわかるわかる。だってハンクラって、ハンクラっていう言葉自体が難しいもんな。あ、だって半分クラッチなわけでしょね。ハンクラのクラッチは英語なのに半は日本語だもんな、これな。ハーフクラッチだったらわかるけどな。あ、なるほどなるほど、いいんじゃないですかね。こういう感じ、こういう感じ。次、栃木県芳賀郡の、これは和久ですか、平和の和に久しいと書いて和久恵美ちゃん、違うよね、めぐみだよね。ね、あのめぐみちゃんです。私は小さい頃から少し友達とは変わっていて、小学校の時ジャガイモの観察という授業があって、苗を各自持ってきて植えて観察するので、先生が明日それぞれの苗に名前を付けますからと言ったのです。それがその日の最後の授業でしたので、みんな木戸に着きました。でも私は名前を付けると言われてから一人ジャガイモの名前を考えていたんです。ジャガイモ自身の名前をね。帰り道も家に帰ってからも、お風呂、食事、寝る時もポテコ、ジャガ太郎、ジャガ吉、ジャガ子、ジャガエエトセトラ。朝起きても決まらず、女の子なのだから私の苗には名字が枠なために枠ポテコと書くことに決めて投稿しました。学校では友達はあまり悩んで考えてきた様子がないので、何か嫌な予感がしていました。3時間目に理科の時間、木札のようなものをみんなに配られました。さあ、ワクポテコと書こうと思いながら、いつものんびり屋の私を周りを見渡したら、びっくりです。みんなちゃんと自分の名前を木札に書いていたんです。私は急に疲れました。バカみたいに一日中ジャガイモの名前を名付け親になるべく一生懸命考えていたのに、私は丁寧に枠恵みと木札に書き苗の前に突き刺しました。友人はこのことは今も知りません。ああ、なるほどなるほど、わかるわかる。でもネーミングがやっぱり子供らしくて可愛いね。ジャガ太郎、ジャガ吉、ジャガ子、ジャガエ。このジャガエっていうのがさ、なんかいいよね。ジャガエっていうのが一番いいよね。はい、もう一枚。長崎県大村市のフローレンス奈美ちゃんからですね。発見しました、ジミーちゃん。それは私の友人 M。 私たちは一生懸命歩いて山の頂上に着きました。そしてその山のキャンプ場らしきところで水を飲みました。うん、なんかまあキャンプに行くかなんかあれだったんだな、遠足かなんかがあったんだな。すごく喉が渇いていたことと体がホットになっていたこともあって、すごく、その水が美味しくいただけました。すると友人 M は、やっぱり節水は美味しいねと言いました。するともう一人の友人 K は、へえ、この水って節水って言うんだ、本当に美味しいねと言いながらごくごく飲んでいました。ふと横を見ると節水と大きな字で書いてあり、私だけがそれを水を節約するという意味にとって
山水なのに節水するんだ、そうだよね、水って人間に一番大切なものだよね、と言うと友人 M は何しみじみしてんのよ、バカじゃないか、と言われてしまいました。今考えるとやっぱり節水というのはあそこのキャンプ場の水の名前ではないと思うし、私は何一つ間違ったことは言っていない、それに私はバカじゃない。多分今もなおあの二人はあの水のことを節水という美味しい水と思い込んでるに違いない。いつあの二人に本当のことを教えてあげればいいのか今考えています。本当かよこれ。これまあでもなあ、確かにさ、あの物心ついた頃からあのいわゆるね、ペットボトルの中でしかあのちゃんとした美味しい水が飲めない、いわゆる水道水は飲んじゃいけないっていうことになって、まあたくさんね、いろんな岩清水とかさ、あとなんだよ、六甲の美味しい水とかエビアンとかさ、そういう名前が出てきたからね。まあそう思っても変ではないけど、本当かよこれ。長崎県人だぞ、しかもあるまじき行為だ、長崎県人に。いやでもね、面白い。こういうのがいいよね、このなんて言うんだろう、もうなんかさ、すごいすれ違った感じっていうのが出てて非常にいいですね。はい、というわけでですね、まあこのように、新コーナージミーちゃんを探せのコーナー、このように展開していきます。ストーリー的な展開がいいですね、この最後のあのハガキとか、あと、まあ、2枚目のハガキ、まあ今日紹介したと割とストーリー自体でなってますけど、あのなんかそうだな、例えて言うなら、まあ、こういう内容でなおかつハガキを読んでいるとその絵が見えるようなね、うちの番組はあの言葉で絵を描く番組ですからね、ラジオですから、はい、あのそのようなこう皆さんに場面が見えるような、へえ節水美味しいねっていうで、分かりやすい感じ の見える、目に見える感じのハガキ募集しておりますね。今日選ばれたこの3人の方にはですね、私がオーストラリアから買ってきたブーメランね、ブーメランね、あのこちらの方ですね、アボリジンが作ったあのねブーメラン差し上げますんで、おめでとうございます。さあこのジミーちゃんを探せのコーナーね、このようにおはがき受け付けております。宛先は郵便番号 100-87 日本放送福山雅治のオールナイトニッポン、ジミーちゃんを、あジミーくんをだな、まあどっちもいいや、ジミーくんを探せのコーナーまで、このようにですね、皆さんの周りにいるピュアなジミーちゃんを書いて送ってきてください。例えば君が編みかけのセーター途中でほどいたら僕の店においで、例えば君が電話の呼び鈴100回聞いたら僕の店においで、そこにはきっと君の歌があるから、心のお任せリクエスト、マシャズバー。いらっしゃいませ。お久しぶり。あ、その絆創膏、怪我ですか。左手の薬。ええ、思わぬところに火傷を作っちゃって。綺麗な手をしてらっしゃるのに。大丈夫、他の方が見ても分かりませんわ。ならどうして。私が外したくないんです。絆創膏ですか。ええ、あの人が残した傷跡ですから。私は忘れかけていても、この指は忘れていない。この指輪の跡を。新しい出会いに向けて傷は隠さない方が治りは早いですよ。はい、お送りしたナンバーはですね、アラニスモリセットでですね、ハンドインマイポケットね、アラニスモリセットハンドインマイポケットです。おはがきはですね、大田区宇野木ムパタまたハリさんからですね、はい、なんか傷が指がとか書いてきたんで、ハンドインマイポケット選んでみました。
あのね、アラニス、このアラニスのあのアルバムが出てるんですけど、ちょっとあの日本放送を探したところちょっとなかったんだよね。出てます、アラニス森セット。まだとりあえずあのファーストアルバムで、新人です、女性です、若いです、多分ね21か22ぐらい、ね、で、なんでもね、ちょっとチラッとうちのディレクターに聞いたら、若いおしゃれな小ギャルたちの中で密かに流行っているというですね。本当ですか？本当。へえ。まあそのような感じなんですけど、でも結構曲とかね、非常に馴染みやすい曲いっぱい入ってるんで、これはおすすめというか、まあ持ってる人も多いんでしょうけどね。でもまあ一回聴いてみるといいんじゃないですか。僕も結構好きですよ、このアラニス・モリセットはね。はい。というわけで、このマシャズバーにはですね、僕がですね、一人芝居というかですね、ペペもいますけど、もう今やペペなのか誰なのか分からなくなってきてしまったね、相手の女性がいますが、演じるこのドラマの台本を送ってきてください。そのシチュエーションにぴったりの洋楽をですね、私が選曲し、そして解説するというですね、資料がないと解説もできないにわか選曲家ですけど。いいんだよ、うん。マシャズバーのコーナーね、宛先は郵便番号 100-87 日本放送福山雅治のオールナイトニッポンマシャズバーの係までです。採用された人には番組属性夢の泉をプレゼントします。オールナイトニッポン、俺のスタジオライブリクエストのコーナーです。阪神大震災被災地に向けて、僕が自分の曲を歌っている時間です。おはがき紹介します。足立区服部直樹。私は1月15日深夜発18日早朝着の校庭で神戸に行ってきました。その話をしたいと思います。校庭は別紙を参照ください。感想を簡単に言うと、私のような市民でも、かつ直接被災をしたわけでもないものでも、実際に行き歩いて回るだけでいろんなことを考えさせ、たらということです。結論としては、東灘区や灘区は解体が比較的進み、新築中の家々があちこちで見られたものの、西の須磨区などでは解体するべきと思われる建物がいくつも残されており、まだまだ遅れていることを痛感しました。17日は三宮センター街入り口で貴重、献花、花を添えるやつですね、をした後、ポートアイランドで行われた神戸市主催の合同追悼式に出席し、震災の被害の重大さを改めて感じました。またこの日は最後まで復旧できなかった高速鉄道の、大開駅、大開き駅っていうのかな、大きく開く駅って書いてますね、が営業再開しました。駅に行った時、改札口で挨拶をしていた駅員さんがとても嬉しそうだったことが非常に印象に残りました。震災の日と同じ、1月17日に再開するということに何か因縁を感じました。私は東京在住ですので、テレビ以外の情報があまり入りません。さらに被災地神戸というと、テレビに映るのは決まって長田区の火災のひどかったところばかりで、某テレビ局のキャスターが、そこは震災前より混んでいたと皮肉ったほどです。私も JR の車内から見たそのあたりの取材者の多さには驚きました。私はこういうことはあまり歓迎できません。理由は書かなくてもお分かりだと思いますが、リクエストは、被災地の復興をこれからもどこまでも追いかけていくという願いを込めて、オン&オンをお願いしますというですね、まあいわゆるその何て言うんですかね、自分で何しろ行ってみようという、まあ、工程がここに書いてあるわけなんですけど、実際に、目で見て、感じて体験しようというね、そしてまあ泉谷さんのオールナイトの特番も彼は聞いていたみたいですね、電車の中でね、でその中でまあこの間というか昨日ですけどね、僕も泉谷さんと久しぶりに会って、まあ飲んだんですけど、あのなぜ神戸以外のやつはあの神戸に行って金落としてこいみたいなことをまだ昨日も叫んでてですね、もうなんかそういうやっぱあれですね、どんどんその状況は変わっていってるようですね。ただまあまあ毎回しつこく言うようですが、まだまだなんではないかということが、この実際に服部直樹も感じているということですね。はい、じゃあ歌いましょう。オン&オンいきます。Come on.
ているから何も食べらうことはない。そうさ、ときめきを痛いほど感じたまま愛を探したの。どこまでも振り向かず、いつも君を探してる。君が待っている、それは地図にない世界。ずっと憧れ続けてた。朝焼けに輝く空の向こうへ僕は走り出そう。マサールのオールナイトニッポン。この番組はポニーキャニオン、ブルボン、ポッカコーポレーション、白泉社、ファミリーマート、ワニマガジン社、ロッテ、日本通運、日本赤十字社、三洋食品、 MCA ビクター、 NTT、 真剣ゼミ、大学進学講座、以上各社の協賛で東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りしました。さあ今日はですね、本当に濃い放送でしたね。ラブネバーダイスが発売になったばかりのジ・アルフィーのお三方をお呼びして、盛り上がりましたね。あのピンク欲しい方ね、どんどんハムの絵を描いて送ってきてくださいね。あとですね、お見合いイメージクラブはですね、あの来週やりますね。あの今回はですね、アルフィーのお三方に乗っ取られましたからね。はい、いやいやいや、この後3時からはですね、堂島康平君のオールナイトニッポンですね。堂島、あの日だまりの中でニューアルバム聞いたね。なかなかあの僕は好きなアルバムだったよ。はい、というわけでですね、この辺でございます。失礼したいと思いますね。また来週も来い放送になるように頑張りたいと思います、ね、それではまた来週まで。福山5年で失礼したいと思います。それではまた来週まで、さよなら。